こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、定番中の定番レンズですね、標準レンズのズミクロン 50mm 振動タイプの、スクリューマウントになりますね。はい、ご覧の通りですね、ズミクロンの 50mm F 値が 1.2 ですね、シリアルが13778488で、ですね、1956年の、ズミクロン 50mm、ドイツ製ということになりますね。はい、スクリューマウント、ご覧の通りですね、このバルナックライカ用のねじ込み式の、マウントになるわけなんですけども、ライカ M 型でもですね、 LM アダプターというですね、アダプターをお使いになれば普通の、M マウントとしてお使いになることもできますね。全く問題なく普通の M マウントの、ズミクロンと変わりなくお使いいただくことができますね。でもってライカの M 型ボディじゃなくて、α7 などの、ミラーレスで使う場合にはですね、直接、ソニーとこのスクリューマウントをつなぐ、アダプターが出てますので、それを接続することで、普通にお使いになることができます。はい。じゃあ外観から見ていきます。外観はご覧の通り、ですね、これといったすれあたり、へこみとかですね、金属の腐食などは見られずに、かなり綺麗と言っていい状態ですね。ご覧の通りですね、ピカピカで綺麗な状態です。はい、でどこかに落としたり歪んだりしたような跡もなく、どこかに強くぶつけたり擦った跡もないですね。はい、全体的に非常に綺麗な状態です。レンズもですね、ご覧のように前玉後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗などは見られずに綺麗な状態です。はい、ご覧の通りですね。はい、中玉にも曇りカビ、バルサム切れとかですね、ホコリチリの混入とかですね、素材の劣化も見られませんで、大変綺麗な状態です。はい、オールドレンズとしてはですね、非常に優秀な状態だと思います。絞りの動きも軽快ですね。油の乗りや腫れの痛みもないです。この振動のですね、スライドもスムーズですね。ロックもしっかりとしてまして、この絞りの動きとかでグラグラしたりしないですね。はい、ピントヘリコイドもいっぱいまでスムーズに動いてまして、動きのムラとかスカスカ感とかないですね。無限ロックもしっかりと効いてます。はい、付属品がリアキャップとフロントキャップですね。はい、で本個体ですけれども、熊本の中村工学様にて、オーバーホールを施していただいております。レンズのですね、レンズ絞り、ヘリコイドの分解整備清掃と、グリスアップ交換、ピントの調整と一通りにおいて整備清掃を施していただいておりますということで、ライカの定番オールドレンズ、ズミクロン 50mm の振動タイプ、いわゆるチンズミですね、スクリュータイプ、スクリューマウントタイプになっております。非常にポピュラーなレンズですので、ぜひ一度ですね、お使いになってみていただきたいと思います。以上です。